こんにちは、快適アートです。今日は水彩絵の具などを使ってまたイラストを描いていきます。前回はアジサイとレースの着物の女の子を描きました。今回はこんな感じの絵を描いていきます。下絵を固定して鉛筆で作ったカーボン紙で転写していきます。今回は和傘と花嫁衣装を描いてみました。和風の花嫁衣装といえば白むくが有名だと思うんですが、今回は白い着物の上に色打ち掛けという華やかな着物を着せました。前回前々回が藤紫陽花ということで、最後はこのアンケートで選んでもらった百合の花を描いています。転写が終わったら次は墨で線画を描いていきます。墨を吸って線画用の薄い墨を作っていきます。線画はナムラの面相筆で書を使っているんですが、こんな感じで結構細い線も描けます。太い線と細い線を描くことによって陰っているところとか、あとは強調したい部分も強弱をつけることができます。今回の髪型は結構シンプルなんですが、髪の筋だけを少し描いています。百合の花を描いています。百合は大きめのものを描こうかなと思ったんですが、頭につけるとかなり大きかったので、ここの部分は飾りという印象で描いています。飾りなので少し実際の百合よりかは小さく描いています。資料はオリエンタル百合の写真を見たんですが、それを少し小さめにして描いている感じです。髪飾りのサブモチーフは月桂樹の葉っぱにしました。次にガラスペンを使います。墨汁をつけて描いていきます。これは京都白川にあるガラス工房炎というところで作られたガラスペンなんですが、このガラスペンはペン先の部分がすごく綺麗な形になっていて、このインクを染み込ませた時のラインが美しくて気に入っているので、これもまた絵のメイキング動画を個別に作ってみようかなと思っています。こんな感じでガラスペンを使うと一定の線が描けます。ボールペンとか、あとはマルチライナーを使うという手もあるとは思うんですが、今回みたいに線画の線を統一した色味にしたい場合はガラスペンは結構やりやすいかなと思います。ただ染料インク以外は少し目詰まりが気になるので、そういう場合は少し柔らかいブラシでブラッシングしながら洗ってあげると綺麗になります。線画をかけたら次は墨雲堂の絵墨目を使います。今回は結構画材を絞って描いてみました。人物の色味と、あとは着物の柄にこの絵の具を使っています。ミックスした色味と、あとは朱と桃を使います。まずは作った肌の色味でベースを塗っていきます。ベースの色味が乾かないうちに他の色を入れていきます。まずは血色の色味を塗りました。手も同じようにベースの色味を塗ってから血色の色味をにじませていきます。影の色味は青系ではなく紫系を使いました。今回は後ろに赤い傘があるので、それの反射光をイメージして少し赤っぽい影を描いています。影の色味は作品とか、あとはイメージによって結構変えています。今回の場合だと少し暖かいイメージにしたかったので、青みの影はほとんど使わず赤みの影を使いました。まぶたの色味は上まぶただけではなく下まぶたにも入れています。こうすると目が縦長に強調されて大きく見えます。目の色は緑色をベースに塗って、そこに朱の色を垂らし込みました。さらに上から濃い青をにじませました。陰影をもう少し暗くしたかったので、一番暗い顎の下の影だけ青みの影を入れました。次に髪の毛を塗っていきます。髪の毛は青と緑をグラデーションにして塗りました。
大まかにベースの色味を塗ってから飾りを避けて濃い色を塗っていきます。次に着物の柄を塗っていきます。このえずみの色味は濃く使うとすごく暗い色味なんですが、薄く水で伸ばすと割と明るい色にもなるので、こういうところは薄めの色で塗っていっています。結構落ち着いた色味なんですけど、可愛いピンクとか可愛いオレンジとかになったりするので、こういう着物でシックな感じにしたいときはこの絵の具おすすめです。次は吉祥の顔彩を使います。これで少し色味が足りないところを足していきます。えずみの色はかなりシックなので、この顔彩の色味で少し明るさを加えていくところを作っています。全体的に白っぽい感じの着物にしようかなと思ったんですが、こんな感じで部分的に大きい範囲で色を入れるところも作りました。次は百合の花を塗っていきます。閃光期というレモンイエローのような色で、こんな風に下塗りをしておきます。真ん中の部分だけ黄緑色をにじませています。次は影を描いていきます。これも人物と同じで少し赤っぽい影を入れています。これも傘の反射光を意識しています。こういう柄の百合みたいにも見えるんですが、多分後ろの赤が入ってきた時に割と自然な陰影に見えると思います。濃いところだけ青みの影を描いていきます。百合の葉っぱはえずみの緑で塗りました。緑と背景の赤い傘が結構対照的になってしまうので、ここは赤い傘を目立たせるためにあまり濃い緑を使いませんでした。色はサイドによってどちらが優先されて見えるかが決まるので、優先したい方の色のサイドを高くするようにしています。次は顔彩の赤系統の色を使って傘を塗っていきます。今回はこの3つの赤を選びました。上朱、紅、新茶です。傘の端の方は暗い新茶の赤にして、真ん中になるに従って薄くなるように塗っていきます。この塗り方は結構大胆に塗っているんですが、割と難しい塗り方なので、こんな風に広い範囲を何かを避けて塗っていかないといけない場合は、できるだけこまめにスペースを分けて塗っていく方がいいです。今回の絵の場合だと、ここにライン状の傘の骨組みがあるので、その骨組みごとに区切ってグラデーションつけながら小さい範囲で塗っていくのを、どんどんこう横にずらして塗っていくような方法の方が、あまり乾いてこうムラができたりするというような失敗はないと思います。今回私がやっているように一気に塗っていく方法は、かなりスピード感が求められるやり方だと思います。小物も塗っていきます。この帯に刺さっている黄色で塗っているやつは懐剣という布の中に短刀が入ったものだそうです。これは自分の身は自分で守るという決意や魔除けの意味の装飾だそうです。結婚式で刀を持ってるってちょっと怖いなと思ったんですが、なんか面白いので紹介しました。あとこの横にある四角い胸に刺さっているのはお化粧ポーチだそうです。こちらもいつまでも美しく身だしなみを整えるというような決意が込められているそうです。確かに言われてみたら、結婚するとメイクとかって結構どうでもよくなっちゃいます。まあ、ちょっと気になったのは、すごい薄っぺらいポーチだなと思いました。次は呉竹のこの金の顔彩を使っていきます。今回は黄金色を使います。この金のセットは6色入っているんですが、黄金色が一番黄色っぽい金になります。今回は思い切り派手にしたかったので、この金色を選びました。まあ、せっかくガラスペンで線画を描いたんですが、かなりこの金で華やかになるので、ほとんど全て縁取りをしました。
ここはまあ場合によってはなくてもいいかなと思うんですが、やっぱ金で縁取られているとすごく豪華になります。線画の部分を全部なぞるような感じで描いて、あとは少し装飾的に金を使っているところもあります。ちょっと物足りないなと思うところはラインを新たに追加したり、あとは点を打ったりすると結構華やかになります。こんな感じで他の部分も描いていきます。隠蔽力が高いのでそれも嬉しいところです。少し絵の具のはみ出しとかがあっても、こういう風に縁取りをしてしまえばあまり気になりません。まあ、実はそういう意味もあってこの縁取りっていうのは気に入って使っています。ちょっと物足りないなと思うところはこんな感じで模様を入れます。模様は古文柄とか調べると結構いろんな簡単な模様が出てくるので、そういうのを参考にしています。人物に少し加筆していきます。赤い反射光を入れています。あまりたくさん入れすぎるとちょっと怖い色味になるんじゃないかなと思って、今回はこの赤い陰影は控えめに描いています。全く赤の影響がないと少し切り張りした感じになってしまうと思うので、少しだけ赤の影響を強く出しています。傘の柄の部分は黒い色で塗っていきます。髪飾りにも金を入れていきます。こちらの頭についている百合の方は飾りで作られたものを描いているつもりなので、この花びらの縁の部分に金をつけていきます。こういう風にアクセサリーとかに金を入れるときはどんな材料で作られているかなとかも考えるようにしています。こういう風に縁に金属が入っていたり、こうボールチェーンみたいなものがぶら下がっていたりするのを想定しています。周りの描き込み具合に合わせて髪の毛の描写も少し増やしました。影の部分を描いてからハイライトを抜いていきます。ハイライトを抜くときは水をつけた筆でこんな風に擦るようにして抜いています。一回水を置いてしばらくそこを撫でていると色が取れてくるので、それを利用してハイライトを描きました。あとはこの白い着物の部分を描いていきます。少し白っぽい泡金色を使っていきます。あんまり柄を想定していなかったのでフリーハンドで描いています。この白っぽい金色は薄く使うと結構下の色が見えたりするので、下書きはない方が綺麗かなと思ってこういう風にフリーハンドで描きました。お化粧ポーチは淡い金色にしました。着物の少し柄が足りない部分にこの泡金色を使って描いていきます。次に白金色を使います。これは白いパールの絵の具なんですが、こんな風に着物全体に色を塗りました。こうすると髪の目のザラザラ感とラメラメ感が合わさって本物の絹のような質感に見えます。あとはアクセントカラーに赤とか白を使います。半襟に頑張って柄を描いたんですが、少しうるさかったので白にしました。今度はパールカラーのセットを使います。黄緑と黄色のパールをミックスして、このおしべやめしべを描いていきます。ユリは花粉の部分がオレンジで、すごく発色のいいオレンジがついているのが私は好きなんですが、こういう衣装に組み込まれている場合とか、あとは撮影用のこう人の近くにやるようなやつは花粉は取っておかないと、その着物とかについたら大変なので、ちょっと現実味を出して花粉は取っておきました。葉っぱには青っぽいラメを使っています。最後の描き込みをしていきます。細かいところに色を入れたり、メイクを少し強めにしたりしています。
前回の作品からハイライトにホワイトを使ってます。アクリルガッシュのホワイトなんですが、結構こううるっとした感じに見えるので、まぶたの上のところとか、あとは鼻のところなんかに少し点々と入れています。仕上げはホルベインのアクリリックイリデッセンスです。いつものようにクロマパールイエローを使います。今回はこの肌の部分とかだけにクロマパールを塗っていくので、イエローだけを使います。水で溶いてかなりシャバシャバの状態で使っていくんですが、これはこすりすぎたりすると下の色が取れるので、できるだけ1回だけ触るようにして描いていきます。水分量もたくさん筆についていて、水たまりができたりすると色が染み出してくるので、できるだけ水分量を抑えて1回塗りで描いていく感じです。少し筆にたっぷりとクロマパールイエローを取ってハイライトを描いていきます。あとは装飾のパールの部分も盛り上げて使っています。仕上げに服の細かいシワはコピックで塗っています。こんな感じで意外と柔らかい感じで色が乗って使いやすいです。次はコピックのマルチライナーを使います。ウォームグレーの 0.1 を使っています。まつげを生やしていきます。以前コメントでまつげを描くコツはありますかっていうのがあったんですけど、しっかりと U 字型に描いていくのがコツです。上まつげは特に U 字にしています。下まつげは束になっているのと束になっていないのを交互に描いています。束になっているのは2本程度を V 字型に束にしています。こんな風にちょっと間を空けて長めのまつげを V 字型に2本描いてから、間を埋めるように短い毛を描いてます。完成を見ていきます。着物はこんな感じで全体的にパールをかけているので、本物の絹のような感じです。赤色がかなりアクセントになっているので、コントラストが強い絵になりました。白い百合の部分は色は結構入ってるんですが、この対比で割と白い花に見えているのかなと思います。初夏のイラストシリーズは藤、紫陽花、百合で、これが最後の作品になります。次回の動画からはまたいろんな画材を使って絵のメイキングや画材紹介などをしていこうと思っています。またお暇な時にチャンネルを覗いていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。